ヤナとの魂好みに刻み、マナとの共演夜明けの光、浮き沈みこの世は乗車必須、されど花となり咲き乱る王家 B-Free。 文化系トーク YouTube グランファンファースです。今回は The Origin というオーディション番組、サバイバル番組が始まりまして、アベマ TV とミュージックオン TV の方で見れるという形なんですけれども、そちらの話をさせていただこうかなと思っております。新しく始まったオーディション番組ということで、もしかしたら The Origin を見ている方も私の動画を見てくださってるかもしれませんので、あらかじめお断りしておきますが、私はBMSG The First のオーディション番組からデビューをした BE:FIRST のファンおよび BMSG の箱推しという立場でございます。そしてそれをメインで追っておりまして、オーディション番組に関してもいろいろと追っていこうと思ってるんですが、基本的にトーク中心のあまり編集をしない形の動画となります。ラジオ的に聞いていただくっていうことは逆にやりやすいのかなっていう気がしますので、ながら作業とかで耳だけで聞いていただくことも可能です。はい、ラジオ配信などもさせていただくことがあります。はい、で、このオリジンというものに関してもちょっと追っていこうかなっていうところを今ちょっとね考えてるところです。1話目を見てそれで考えようかなっていうふうに思っていて、もしちょっと合わなかったらやめとこうかなっていうのを思ったんですが、意外といけるかもしれないというか、自分のそのちょっと肌に合っているような気が今はしております。で、もしかしたらアベマ TV とかミュージックオン TV でこれから見る方もいらっしゃるかもしれませんので、まだちょっといろいろと聞きたくないっていう方は、いわゆるアイキャッチという、CM じゃないんですけど、途中の5秒ほどの画像を入れますんで、その後で話をさせていただく予定でございます。で、BMSG とか私が推しているグループとかいろいろなものなどと、私が見てきたいろいろなものなどとのそういうものを参考にしながら、参照しながら話をさせていただくつもりです。では、アイキャッチ後に内容に移ります。アイキャッチ。はい、ではアイキャッチ入れましたのでお話をさせていただこうと思います。こちらは日本のソニーと韓国のカカオエンターテインメントですかね、そちらの共同でのオーディションということで、ちょっと勘違いをしていたんですが、ちょっと規模の小さめなものかと思っていたら、ソニーとカカオが関わっているってことはだいぶでかいなと、資本的にはだいぶでかいなと思いました。で、そういう資本っていう部分でおいて考えたら、例えばハイブジャパンなどのグループとか、ハイブとか JYP、JYPARK さんのところのやつありますけど、そういうところの対抗馬にもなりうる可能性があるのかなっていうところを考えてはいます。ソニーがね、なぜこの韓国の方ばかりのオーディション番組にどういう感じで絡んでいるのかっていうのはちょっと疑問もあるんですが、まあでも何かしらそういう大人の考えがあるのでしょう。で、いわゆる The Origin AB or What という漢字の名前のもので、 AB or What っていうのがなかなか面白いんですけどもね。で、13名ですかね、チョン・ジュノ、キム・ミンソ、オ・ジュンソク、リュ・ジュンビン、そして、チェ・ジヌク、ペ・ヒョンジュン、カン・レヒョン、ヤン・ドンファ、ソク・ラクオン、チョン・スンファン、キム・ヨンギュ、ウォン・ビン、パク・ジェフンという13名になりますね。はい、ちょっと韓国語は喋れないので日本語の発音で失礼いたしますが、はい、っていう形になります。で、内容も触れると言ったので触れさせていただきますけれども、見ました。で、GOT7 の人とかインフィニットの人とかもいて、おおって思いましたね。で、全体的に思ったのが、まず最初に思ったというか課題曲があって、その後の話なんですけど、思ったのと違ったなっていう、いわゆる厳しい言葉とか結構かけられる感じになるのかなっていうふうに思ったりしたんですが、基本的に褒めているというか、プラスのことを言って、それで参加者たちも喜んでる姿がすごく見えて、こう心がクッてなるような感じのではないなと。逆にそういうパターンのオーディション番組が好きな方っていうのもいらっしゃいますので、そういう方には1話目に関してはまだ物足りないって感じるかもしれません。これは好みの問題なので、私はいわゆる The First が好きなので、The First を見た方見てない方いらっしゃると思いますが、非常にスカイハイが社長のスカイハイが優しいので、すごく
ほっこりしながら見ることができていたオーディション番組でした。はい、で私はそっちの方が好きなので、はい、そういうのはいいなと思いましたんで、それがあったのでちょっとジ・オリジン見に行こうかなっていう感じはありましたね。でちょっと思ったのが、いわゆるその中国の創造営というオーディション番組がありまして、それも結構優しい感じで楽しく進む感じのものでしたが、それとかの系譜だったりとか、あとは日本のソニーが絡んでいるっていうことで日本の情報が入ると思うので、ザ・ファーストとかがやはりその何か影響した可能性っていうのもちょっとひいき目はあるかもしれませんが考えております。まあ、優しい感じでやってくれるのであればまあいいかなって思ったですね。で課題曲があの A チーム B チームで分かれていたんですけれども、いわゆる BTS のマイクドロップおよび 80s のあのハラハラという曲でした。あのマイクドロップ課題曲って思ったんですよね。面白いなと思いましたね。まあ私が知らないだけでそういうパターン今まであるのかもしれませんが、一番最初の課題曲でそれでね、だから練習のところとかも含めてダンスのフォーメーションとかやってるんですけど、あのヘイターがのところでこうあの揃えてみたいな、いやあのヘイターってなんて言葉使ってんだいって、まあ、歌詞にあるからしょうがないんだけどさって思ったりはしましたね。あと面白いのが、なんかラップのそういうスワッグ的な部分出すっていうのを練習でやるんだなっていうかね、まあ本来ラップの曲で特にマイクドロップは BTS の曲の中でもヒップホップやラップの要素が強い曲だし、まあいわゆる本当にアングラのヒップホップの感覚もある曲で、まあ私はヒップホップが好きで、もう自分もラップをやっていたりもしたので、あの BTS の曲の中ではマイクドロップは相当好きな方の曲なんですけど、ね、練習生があの BTS のあの曲のあの感じを出してあの練習でやるっていうそのスタンス面白いなと思いましたね。はい、本来自分から出ていくものだけどそれをこう練習で作り上げていくっていうところとかねあるなと思って、で 80s に関してもちょっとハマってた時期がありまして、はい、いやなんかね、まずその課題曲2つが偶然とは言ったものの自分の趣味と非常に合っていたので、そこの部分もなんかいいなと思ってしまいましたね。だから思っていた感じとは違うというのは、まあ、ちょっといわゆるあのきつい言葉をかけてちょっと練習生とか参加者が悲しむような泣いたりするようなところとかそういうのが多めなのかなって思っていたんですが、そうでもないなと。で観客も入っていわゆるそのメンターの人たち、メンターでよかったかな、まあ、いわゆるそのトレーナーというか決める人たちのプロの人たちとそれと別個でいわゆるあの観客のオーディションがあって、実際観客が確か110何人か入ってて、でこの A チーム B チームのパフォーマンス、あのマイクドロップとハラハラで終わった後にこうピピピってやってそれで決めていたんで、実際観客もいる中でメンターもいる中でそれであの褒めていたっていう、まあ観客がいる中でそうですよね、やるからそこでさすがにね、あのみんな彼らのダンスやビジュアルを見て歌を見てかっこいいって思ってきてくれた主に女性の人たちなんだけど、自分の推しが怒られて泣く姿なんてあんまり見たい人いませんからね。なんかそういう部分もあったし、で今後もいろいろチーム変えたりして A チーム B チームでやっていくっていうところもあるので、まあそういったのもあって案外これ面白く見れる可能性があるなという気がしております。うんですね、まあそういうふうに思ったので、まあちょっともともとはね色眼鏡付きで見ておりましたし、今もまだ1話目を見たばっかり、1回目を見たばっかりなのでその後のことってちょっと分かりませんけど、一応2話目2回目3回目引き続けてちょっと見てそれでちょっと後々にいろいろ考えていこうかなっていうところを今は考えております。はい、なのでアベマ TV でね、アベは無料で見れるのかな、私プレミアム会員なので一応いつでも見れるんですけど、まあアベマ TV も期間によっては無料で見れる場合もありますし、ミュージックオン TV の方でも見ることができますので、はい、アベマはリアルタイムで見るっていうことが可能のようですね、17時ということでね。はい、まあそういう感じなので、もしよかったら見てみてください。あと、BMSG 推しの方、ベスティの方でたまたまこの動画を見てくださっている方、まああの私もそうですから、あのいわゆる BE:FIRST とあの BMSG を推すっていうのがもう第一なので、それがねあの一番第一なので、そこに余裕がもしあったらちょっと見てもらえると、またいろいろとあの他のオーディション番組を見たりとかするのも参考になるところもあったりするのもあるんでね、はい、そういうふうに思っております。はい
はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。はい、お初の方もいらっしゃると思いますが、基本的にトークメインのこういう感じの動画になります。ラジオ的にもお聞きいただけますので、まあよかったら今後ともご贔屓によろしくお願いいたします。はい、はい、ではこの辺で失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。果てしない空へ帰るまで駆ける日の魂抱き